今日は最高のパフォーマンスを見せることができた。我ながら満点をつけたいくらいだ。おや、あそこにいるのは。やあミシェル、もう控え室に戻っていたんだね。お疲れ様。ああ、まだ興奮が冷めないよ。耳を澄ませばまだあの歓声が聞こえてくるような気がする。ミッシェルもそう思わないかい？ミッシェルも静かに達成感をかみしめているようだね。本当に最高のライブだった。とりわけミッシェルのパフォーマンスはいつにも増して素晴らしいものだったよ。何か心境の変化などがあったのかい？恥ずかしがらず教えてくれないかい？君のパフォーマンスから私も何かを得たいんだ。あれ、カオルさん、控え室で何して、ミシェル？私ここにいますけど。いやあ、カノン、ミサキ、ちょうど今ミシェルとパレードの感想を語り合っていたところさ。そっか。ミシェルとね。ね、あの中に誰か入ってるとかってことは。いや、ないと思う。空っぽの自信があります。今日の感想は二人とも同じだったよ。最高のパレードができたとね。けれどミシェルは肝心なことを話してくれないんだ。ああ、そうなんだ。で、肝心のことって？今回のミシェルのパフォーマンスはいつにも増して気合が入っていたように見えた。だから何か心境の変化があったのかと聞きたかったんだ。私もステージに上がる者としてぜひミッシェルから学びを得たいのだが。わかる。私もミッシェルのパフォーマンスがすごく良かったなって思っててさ。それでさっき私もミシェルに聞いたんだよね。何かあったのかって。ミサキちゃん、そうだったのか。それでミサキは何か聞き出せたのかい？うん、一応。ミッシェルはね、遊園地ライブまでの間いろいろ悩んでたんだって。ハロハピのためにミッシェルは何ができるんだろう、自分のやるべきことは何なんだろうって。ミッシェル、そうだったのか。でもいろいろ考えたけど、ミッシェルができることはステージで最高のパフォーマンスをすることでみんなを笑顔にすること、そう気がついたって言ってた。みんなを笑顔にしたい、改めてその気持ちに気づいたからこそ最高のパフォーマンスができたんだって言ってたよ。素晴らしい考えだ、ミシェル。あともう一つ言ってたことがあって、いろいろ悩んで辛いなって思ったこともあったけど、どんな自分も自分、ステージで最高のパフォーマンスをすることで誰かを幸せにできていたら、それは胸を張れることなんだよって。ああ、茜、なんということだ。カオルさん、どうしたの？どんな自分も自分、私も常にこの考えでいろいろな役に挑んでいるんだ。ミッシェルと同じ考えを持ってステージに上がれていたとは、こんなに嬉しいことはないよ。そういえば以前ミサキには私のこの考え方を話したことがあったね。うん、そうだね。私もカオルさんの考え方結構助けられてるよ。ああ、なんと儚さが押し寄せてくる。私が美咲に影響を与えることができていたなんて。カオルさん、ちょっと大げさだってば。美咲やミッシェルにいい刺激をもらったよ。次は今回以上に儚いパフォーマンスをするさ。
ミシェル、次は一緒に今日を超えるパフォーマンスをしよう。ミシェル、少し疲れてるみたいだね。ああ、うん、そうみたいですね。ミシェル、今日は本当にお疲れ様。ゆっくり休んでくれ。うん、お疲れ様、ミシェル。